値段は国産よりはるかに安いが、扱いやすさはどうか。まずは難関 NS2 から。結構乗り心地はね、悪くないよ。割と柔らかい感じかな。ちょっとハンドル切った時にフロントのグリップ感が薄い気がします。でも全般的にどうだろうね、ドリフトして流して走るんだったらこのぐらい柔らかい方が運転手さんは感じやすいんじゃないかな。流れ出しもね、スーッとくるよ。あー、流れてちょっとカウンターを当てた時にね、読めづらい。評価は1種類ずつ。忘れないうちにしっかりやりました。続いてロードストン N7000、 これも安いね。わ、これ ABS 触るの早いな。これってことは ABS ない車すぐロックしちゃうよ。わー、滑る。パンクしてるっていうぐらい。あでもね、タイヤのね、泣いてる音で、まあグリップはね、全然高くはないです。ちょっとね、こういうコースだとちょっと怖いかな。ラストはネクセン N3000。 おー、これも掴みづれタイヤだな。おい、あのね、ブロックがね、横に動くとかっていう感じの掴めねー。これブレーキも多分怖えとな。フラフラする。頼りねえタイヤだなこれ。なんかだらしなく流れてっちゃう感じ。感じ。はい、先ほど行いましたドリフトタイヤテスト。あのドリフトもしたんですけれど、あの皆さんが多分普段から使って自分の車に履いて街中から、例えばじゃあドリフトするときには当然サーキットも走ったりするときの、まあ一応全体的なあの総評に、こちらで発表したいなと思います。あのとりあえず最初に こっち側からこっちの順番で走りましたんで、まず最初に何か。なんかウルトラスポーツ、フロント同じサイズ均一なんで、まあちょっと値段もちょっと皆さんね、あの参考にしていただきたい。走ったらどうなのよ、どうなのよっていう、そのドリフトも含めてちょっとね、僕のね評価でいきたいと思います。まずね、難関、思ったより使えるんですよ。その国産とどうしても比べちゃいけないんですけど、その値段と
実際皆さんがじゃあドリフトに使ったり普段乗りで使うっていう部分ではなんかはね結構ね普通全然普通にこう例えば乗り心地も出てるとか例えばドリフトで使った時でもそのグリップの抜け方とかそのあと一番大事なこう摩耗と例えばタイヤが壊れちゃうっていう部分ではねなんかはね結構ね割りかしいいんですよ。あのねこのグリップの抜け方ちょっとね不満感じてるんですけどフロントは当然温まるまでちょっとね時間かかっちゃったりフロントちょっと不安要素があったんですけど後ろにね入れた時滑り始めだったりそのグリップ感っていうのはね割とこのタイヤねものすごい僕的にはねいいなと思います。後ろに履いて練習するには僕的にはね結構いいかなと。フロントに運んであれば例えば空気圧だったりとかそれに伴った足回りのセッティングっていうのはちょっとまあ改善が必要かなと思います。その感じでねちょっとね点数ね最初スタートは90点だったんですけど他のタイヤとやっぱどうしても比べるとあまあまあいい点なんじゃないかなと僕は95点をつけました。2セット目ロードストーン N7000 これね僕ね初めて見て初めて聞いたタイヤなんですけど見た目のパターンは結構ね普通の街中で使うラジアルに限りなく近いパターンをしてました。ちょっとスポーツタイヤのパターンじゃなかったかもしれないですね。まず乗って感じたのがタイヤがなんせ硬い硬い乗り心地がちょっとやっぱ最初に何かを乗ってしまったせいかちょっと硬めに感じましたね。硬めで感じた分ちょっとね音普通に転がってる時の音がちょっとねゴーっていう音がちょっと気になるかなっていう感じしました。うんとこうハンドル切ってもあこれ以上ハンドル切れないなちょっと怖いなっていう感じはありました。ちょっと車速を上げたスポーツ走行にはちょっと向いてないなっていう感じはしましたけどただ滑り出しだったりその滑った後っていうのが結局フィーリングが変わらないままなんでタイヤがこうよれて動くっていう感じじゃないです。とにかく滑ってる状態は何もアクセル踏んでも抜いても変わらないっていう感じでしたね。はい。でヘリなんですけどよくありがちなこうこのタイヤだけねちょっとね表面のこうブロックの角からみんなこうポロ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 削り落ちちゃってるような感じでしたね。これちょっとねドリフトで後ろに履いて練習した時にせっかく新品持ってたのに途中で終わっちゃいそうなちょっと雰囲気がありましたんで、で評価的にはちょっとね、辛めの80点です。そして3周目ネクセン N3000 です。とにかくタイヤが硬い、ゴツゴツ感があると。でよく一番大事なグリップ感なんですけどロードストーンとやっぱほとんど変わらないですね。ハンドルもうちょっと切りたいなっていうコーナーでもこれ以上切ったらフロントタイヤも逃げちゃうし後ろも滑っちゃいそうだなっていう感じがしたんでまあスポーツ走行するにはまあもうちょっとスピードを下げないとダメかなっていう感じはしました。音なんですけどこのねネクセンがねまたねいい甲高い音するんですよ。普通はギャーとかって言うじゃないですか。違うんですよキーって音でこれ音を楽しむには結構いいタイヤですよ。今日テストしたこの3種の韓国の輸入タイヤはまあ僕的にはやっぱ中がドリフトさせたり練習するには一番いいタイヤなのかなと思いましたね。そして今日は600馬力近いねスープラでこの3種のタイヤをテストしたんですけど一概にねこういう馬力のある車だとこういう評価になってしまいますけど例えばこれが100馬力ちょっとしかない86に使いましょうとか例えばロードスターに使いましょう例えば非力な車で使うのに例えばじゃあ何巻だとどうなんでしょうっていう話ロードストーンだったらどうでしょうネクセンだったらどうでしょうっていう話になるんですがその車によってタイヤを例えばドリフトだったらこう空転させる要はエンジンパワーがない車であればある程度そのグリップ力が要は低い部分っていうのを上手に使えるためにはこういうタイヤこっちのロードストーンやネクセンを選ぶっていう、こう方法もあるのかなと思います。一概にねこういう評価で全ての人が全ての車でこういう評価が値するかって言ったら意外とそうでもないんですよ。その車だったり例えば走るコース例えば本当練習する1速2速で練習するんであれば全然どのタイヤでもね全然大丈夫なんですよ。逆にエンジンパワーがなくてじゃあ入門編で行きましょうって言った時には逆にネクセンやロードストーンの方が合う時もありますからね。その辺はねこう車と、ドライバーさんと走るコースととそのタイヤっていうのがそのうまく組み合わせることによって例えば上達への近道になるのかなと思いました。ちょっとその辺参考にしてほしいですね。